薄いっすね。こんばんは。そう、これゆかさんの、よくわかったね。そう、ゆかさんのワンピース、ゆかさんに言ってないわまだただ本当に買って届いた人になっちゃった。これレッドのワンピースを買ってみました。ちょっとなんか他のどうするか悩んだんだけど、とりあえずレッドのワンピースを購入しました。そう、ワンピースのレッドか。そう、あとブルーがあるんですけど、ブルーなんか全部気になって、シャツとなんか全部欲しいけど、とりあえずこれはレッドの、レッドのワンピース、ワンピースのレッド、イエーイ。あ、ゴムゴムの実じゃない、違うそっちじゃないです。うん、そう、自分で買ったの、自分で買ったっていうか、そう、注文したものでございます。ありがとうございます。あれ、なんかやばい、重っ、ん、あれ、ん、配信できてる、これ、あ、配信できた世界行きたい突然。はい、本日の飲み物は紅茶。あれ、これね、新潟駅の自販機にも売ってますよ。うまい、これ。ついに紅茶も、ルイボスティーが市民権を得て、黒豆茶も市民権を得て、次は紅茶ですよ。喉乾いて、こんちゃトウモロコシの味するよ、飲んでみ、飲みやすくて甘いよ。こんちゃはね、焼肉屋さんとか韓国料理屋さんとか、まあ、そういうとこであったりなかったりするんですけど、あると、あ、そう、トウモロコシのヒゲ茶もあるよね。これはね、こんちゃなんで、ヒゲ茶はもうちょっと香ばしいかな。うん、ちょっと喉乾いた。え、喉ってなんで乾くんだろう。私結構保水液もあるんだけど、朝買って飲まなかったやつ。いや、500はマジ一口いや、やばい、やばいんですけど、私も直したいんですけど、その今日は期間限定じゃないよ、だいぶ前からある、だいぶ前から通年であるはず。コーン茶の効能って何効能って何、どういうこと。飲み物に効能があることの方が少ないでしょ機能性表示食品、食品的ってこと。
ハートありがとうございます。最近増えたよね、いろいろ。なんか糖、血圧の糖の吸収を抑えるとか、あと何でしたっけ、血圧の上昇を防ぐとか、あールイボスティーが花粉に効く的なやつ、知らないなでもトウモロコシって健康的な情報も効くよね。でルイボスティーが花粉に効くのは別に後付けっていうか後で知ったことだからな、あんまあれですね。あ、そう、ノンカフェインは、まあ私基本的にノンカフェイン飲料が好きなので。あ、コーン茶には鉄分があるため貧血予防効果の期待があると言われております。あーらしいっすありがとう。まあそれもあくまで通説ではあるので、そのルイボスティーに関してはね、うん、まあそういう効果があるかもよくらいですよ。なんか結局栄養素とかってさ、なんかその何なんて言ったらいいかな、あれでしょ、調理法とかさ、なんかそういうのだけで全然変わるでしょ潰したらもうその栄養効果ありませんみたいな、あるかもしれないわけでしょ。だからまあなんとも言えないですよ、そんなのね、わかんないけど。別に私も効果で選んでるわけじゃないからね、飲み物。うん、うん、一口にダイエットに効果があるって言ってもどういう理由でダイエットに効果があるかがさ、その脂肪の吸収を抑えるっていう効果なのか、なんだろう、腸の環境を良くするっていう効果なのか、血圧の上昇を抑えるっていう効果なのか、一口でダイエットに効果あるっつってもそれぞれ全然違うじゃないですか。だからね、その一歩先を調べることが大事なんだろうなって思います何の話あの調べ物好きでね、うん、分かんないことが気になっちゃうのよ。興味あることにとことん追求する、探求心。あ、そうそうそう、効果がねてきめんだったらもうそう病院の薬になってる。だからほんとそうですようん、なんでもそうっす。基本的になんとからしい、なんとかであろう、なんとかかもしれない、かっこ個人差あり程度ですよ。でもだって全部が全部栄養素が含まれるものが多いわけでしょ。水だってさ、別に栄養素としてはさ含まれないかもしれないけど、でも人間の体内って 60%70% は水分でできてるわけじゃん。ってことはじゃあ水を取ることによって、まあなんていうの、吸収率がどうとかそういうのはまああるよねみたいな、そんな個人差ですよ多分。ヒノは水多分どんだけ飲んでも吸収してくれないタイプだから、汗も出ないしよううん、科学的にたとえ証明されてたとしてもそれが自分の体質に合うかどうかはまた別であって、科学的には証明されててもでも別にそれはもう運だったりする可能性もあるわけじゃないですか。
食物繊維が効く人と鉄分が効く人と、鉄分は取らなきゃもう生きていけない人と、あ、その取らなきゃっていうのは改めて食事で取って、そのサプリメントとかで取るとか、そう、カフェインはね、取りすぎると本当に、まあコーヒーがよく聞く話だけど、カフェイン中毒でね、ダメってよく聞くじゃないですか。だからカフェインは本当に大事な時にしか飲まない。だからお茶で飲まないようにしてるね。コーヒーで眠気覚ましに飲む。今日も移動してる時にご飯を食べ終わって、多分血糖値が上がって眠くて、いやでも今ここで寝たら配信またできないから起きようと思って、そうカフェオレを飲みました。それは気の持ちようかもしれないけどね、カフェイン効いてるのかどうかは分かんないけど、でも寝なかったからな。うん、イチローなんて野菜食べないしね。え、それ本当？あー確かにカレー食べてるんだ、イチローさんって。イチローさんってさん付けで呼ぶのか、すごい違和感あったんだけど。うん、まあカフェインは正直効くけどね、絶対絶対に効くけど、飲みすぎて効かない人はいるよね。なんかもうそのなんていうの、もうちょっとのカフェインじゃもう効かないみたいな、耐性がついちゃってみたいなあ、よく聞きますけど、それはね飲みすぎです。なんかエナジードリンク、私エナジードリンク飲まないんですけど、基本的にそのなんか体に悪いかなと思って気をつけてるんですけど、糖分高いし、うん、別に私はカフェイン苦手じゃない。体調を崩してた時はダメだったけど、今は大丈夫。ほんとそれも飲む時、時と場合による話でございます。うん、まあてか飲み物の種類もさ、その機能性表示食品と第二医薬品とみたいな、いろいろあるじゃないですか。なんかなんだっけな、デカビタは清涼飲料水で、なんか栄養ドリンクは栄養ドリンクでも、なんかオロナミン C はこうだよみたいな、でもうちょっとちゃんとしたのだと機能性表示食品でみたいな、でももっとちゃんとしたのだと第二医薬品みたいなさ、あるじゃないですかね。ね、エナジードリンクはカフェイン入ってるんですよ。カフェインしか入ってないわけじゃん、なんていうの、カフェインのものですから、エナジードリンクって。うん、1260日ありがとうございます。経口補水液さ、まあいわゆるみんなで分かりやすいの OS1 だと思うんですけど、なんかツイッターで、ツイッターだっけな、なんか YouTube だっけな、なんか OS1 の話を流れてきて、その熱中症の時飲んで死ぬほど美味しかったみたいな、美味しかったからちょっと興味本位で、なんか普通に帰り道に別の日に買ったらまずかったみたいな。私まずいと思ったこと本当にないんだよね、経口補水液が。みんなって美味しくないんですか、あれ。味がしないと違くて、え、私はこれ、ね、本当に気になっている。経口補水液って美味しいものじゃないの？皆さん、どういう味がするの？
まずいってどういう味？美味しくはない。あ、まあね、その程度ね。バランスの悪いスポドリ、バランスの悪いスポドリ、めっちゃ日本文学的だね。なんかちょっと日本文学ではないか。体調悪い時に飲むビールがまずい。それはまずそう。ポカリはさ、甘くない？私もポカリ飲むんだけど、経口補水液がない時はポカリで、ポカリもない時はアクエリーを飲むんだけど、ポカリ甘くない？口に残るやん、その甘ったるさが。別に好きだけど、飲むんだけど、経口補水液はその甘さが残らないじゃん。わかる？うん。そもそもポカリとアクエリはだいぶね、中身違いますよ。一口にスポーツドリンクといってもさ、全然違うわけよ、中身が。加糖ブドウ糖液糖には変わりないんだろうけど。あ、そうだよね、ポカリは糖分、そうだよね、糖分で電解質の吸収を促進している。アクエリはナトリウムだもんね、どっちかというと。その塩分、経口補水液はあるんだよね、ここに私がまだ飲んでないやつがあるんだよね。でも冷えてないから。経口補水液は機能性表示食品だった気がする。 OS は、あー落としちゃった。よいしょ。あれ違ったっけ、機能性表示食品じゃない。あ、もっと違った、全然もっと強いやつか。あ、でも清涼飲料水だ。機能性表示食品でもないわ、違うわ。消費者庁許可個別評価型描写用食品だって私が来た。あ、なんか持ってる。おはよう。おはよう。もうちょっといい反応してくれるかなって。ごめんねえ、経口補水液は、経口補水液はでもクエン酸、ナトリウム、塩化カリウム、リン酸ナトリウム、塩化マグネシウムです。脱水症のための食事療法、水、電解質の補給、維持に適した描写用食品。妹が来ました。こんにちは。え、何何持ってんの、気になる。ピストロマンと。ピストロマンって何？めっちゃ美味しいこれ。え、一口ちょうだい。ここまで映るこれ。ここまで映る。あ、う、あ、手が映った。あとは。お疲れ。お疲れ様です。そう、でさ、ファミマのチーズ、なんだっけ、ピザマンが好きって言ってたじゃない。ちょっと最近セブンに浮気してて、うん、セブンのピザマン美味しいんだよ、うん、食べてみるね。あんまピザマン食べないんですけど、セブンのピザマン。え、これは何？ポテト。ポテトかいちょっともらおう。セブンのピザマン。え、何、ご飯食べてないの？食べてないよ。どうもこんばんは。こんばんは。ピースピース妹です。妹です。今日は妹が一緒に出演してくれます。イエーイ、ありがとう。
そう、今飲み物の話してたの。ああ、私は水が好き。知ってる。なんでそれは、どうして。お茶は苦くて飲めなくて、うん、麦茶は飲めるけど、うん、たまに渋いから。渋いのもある、うん、うん、あるよね、香ばしすぎてね。鶴瓶さんが CM してる夜間の麦茶はめっちゃ美味しいんだけど、うん、あれよ、甘くて美味しいよね。でもなんかね、お茶好きな友達はそれが嫌いっていうの。緑茶が好きってこと。うん、うん、お茶好きなんだよね、っていう子は。カフェインが入ってないから、そもそも、ね、そういうこと。え、違う、その渋みがないからでしょ。そういうこと。お茶が好きな人は多分渋みがあるとか、まあ水が苦手な人って、うん、あの味がないから嫌なんだって。うん、水が飲めない人がそれじゃん。ないからこそじゃない。あの、それが嫌なのか。そう、水がないのが嫌なのって。水は味がないから嫌なの。らしいよ。いいのは味がないから好きなんだけどね。わかる。あの、薬飲めるしね。うん。薬の花粉症すぎて噛み切ったんだよ。ほんとだ。ごめん。この前だってなんか伸びたみたいなツイートしてなかった、昨日。うん、だから切ったんだよ今日。全然コメント言われなかったけど。髪切った。誰、髪切った。うん、かわいいね。朝日は、朝日はちょっと別にあの言わなくていいかな。ちょっと、うん、目立つから。言ったら。そう、コメントあった。え、コメントあったって。コメントあったって。うん、あら、気づいてあげてよ。ごめん。ごめんね。何の話してる。そう、ファミマのピザマンが美味しかったんだけど、セブンのピザマンが好きになって。でも、うん、ファミマのビストロマン、うん、カレー、うん、焼きチーズカレーみたいな、うん、超美味しい。食べたい。一口、うん、カレーが欲しい。二口ぐらい食べる、うん、いただきます。ウーロン茶は飲めないです。なんとかティーがちょっと難しい。ストレートティー、レモンティー、ピーチティー飲めないんだよね。うん、うん、うん。美味しいよね。ルイボスティーも多分ダメ。私でも昨日飲んだっけ？あ、飲んでいけたか。いけた気がする。ルイボスティー多分いけるよ。カフェインがダメなんだよ、多分。そういうこと？うん。コーン茶絶対いけるよ。え、あれ？あのピーチティーとだってカフェイン入ってる。うん、あ、そうなんだ。そのティーは紅茶だもん。ティーってそもそも茶って意味なの。うん、でお茶って原材料をこして作ったものが茶なのね、うん、基本的に。でティーなの、うん、でピーチティーとかの含まれるティーは、うん、紅茶のティーなの。うん、うん、お茶っ葉とかお花とかで。うん、うん、でコーン茶もこれはコーンを原料、トウモロコシを原料にした、うん、こした茶って意味。トウモロコシを原料に、トウモロコシをこしたお茶、うん、の茶、うん、だからコーン茶。でこの茶はあなたが嫌いな茶ではないの。ああ、トウモロコシの水ってこと。なるほどね。トウモロコシ味の水。なるほどね。ルイボス味の水。ルイボス味の水って何。うん、ってこと。なるほど、理解理解。今日見なさそう。いや、うん、まあ、お茶は食わ飲まず嫌いしてるか。うん、まあ今ルイボスティーもあります。これ水って美味しいよね。うん、美味しい。美味しかったよ。美味しかった、うん、よかった。うん、今日ゲーム部違う。全然違うよ。ゲーム部だったら今いないじゃん。うん、ゲーム部はまだ
2週目3週目、うん、決まってない、うん、いや決まってない、その日付は決まってない、そのなんていうの、月のどっか、そう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 。え、じゃあ日野がなんで今日帰ってきてるか知らないの？明日、うん、明日のために帰ってきたんだよ。おかえり。なんだ、たまり私は行きました。うん、どこまで話した？何も話してない。うん、ステージの話していいよ。ええ、ステージの感想を話していいよ。うん、パフォーマンスの感想、可愛かったみんなですってみんな可愛かった。うん、どこにいたか言わないでもらって。うん、日向さんはお顔が映えるね、ステージで。はい、すごい、なんかさ、メイクめっちゃ濃いとか、なんかラメいっぱいとかなわけじゃないけど、うん、すごいなんかお顔がキラキラしてて、うん、大変可愛かった。カルちゃんのあの別見ました？アーカイブは見ましたか？さすがにね、はるちゃんのあの別ですよ。よかった。そう、今回から初めてセンターを、うん、ダブルだったもんね、メンバーがいて。そうそうそう、前はもうリカさん卒業したばっかだったから、うん、作ってなかったんだけど、うん、まあそれをずっとやっていくわけにもいかんから、今回ははるちゃんがやりました、うん、やっぱリカさんがやってたのが、まあ、完成形なのかもしれないけど、うん、それがね、そのリカさんいないからセンター作れないじゃなくて、リカさんの後を継ぐ者たちがいろんなあの別作れるのもいいところじゃん。まあそれがね、卒業曲のね、アイドルグループの醍醐味ですから、うん、可愛かった、うん、別の足がある。まあね、リカさんのは、うん、もうキュアキュアキラキラピュアピュアアイドルじゃじゃーんみたいな感じがしてなんかすごい M ちゃんみたいなことで、はるちゃんのはなんかめっちゃ可愛くって、うん、可愛いプラス、うん、なんかすごい応援したくなる可愛さがあるから。あ、まあ確かにリカさんはもう完成されたアイドルみたいなとこはあるけど、うん、まあ、はるちゃん応援してるけど、そのそういう意味じゃなくて、わ、うん、かる、はるちゃんのその何て言うの、可愛さのベクトルが違くて、うん、ベクトル単位がね、うん、なんか、うん、なんか違う可愛さがあるのはい、はい、わかりますよ。私は内側の人なんでわかりますよ、うん、そのどうかな、ファンのみんなにそこまで伝わってるかな、うん、誰々ちゃんのセンターが見れて嬉しいわーって終わってるかもしれない推し可愛いわーって終わってる可能性もある。はるちゃんはとんでもない努力家でしょ、あの子。え、影響妨害？え、全然そんなことないと思う。私が勝手に思ってるだけかもしれないんですけど、うん、これからはオタクのただの拡大解釈の話です課題解釈な、うん、課題？え、拡大解釈、拡大解釈、え、まあどっちとも言うか、うん、もうただの妄想の話なんですけど、なんかそれがさ、そのね、あ、でも同い年でしょそうでもオタクだからさ、オタクとアイドルの話なんで。だってよ、そんなさ、ステージ上ではさ、リカさんが卒業しちゃうなんてみたいなこと言ってたはるちゃんが、リカさんの後ついてセンターやってんだぜいや、もう頑張れって思った。可愛いし大変って言っております。うん、絶対ね、高校も行ってすごいよね。偉い。え、卒業してるよね。誰を？はるちゃん。何？はるちゃん高校卒業したよね。どういうこと？留年したかって。うん、卒業してますよ、ちゃんと。卒業したよね、よかったよ。うん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 。自然渋滞。うん。あんま直接見たことないか。うん。コンサートぐらいの2期生。日の自然渋滞全く逆のポジションを覚えたんだよ。うん、お前一回間違えたら間違えた。あのね、その時靴が
そうだよね。そう、靴が外れちゃって、うん、やば、靴外れたと思ったら間違えちゃった、ごめんなっちゃい。ちゃんと踊ったの偉い、そこで。しかも2回ぐらい外れてました。そう、サイズ合わなかった。いや、なんかね、足首が外れちゃうんだよね、うん、なんでだろう、わかんない。どうだろう、なんでだろう、からさ、うん、そう、ねえ、ねえのとこアーカイブで確認してください、うん、自分が知らんけど、うん、そう、いろんなポジションを覚えたのよ、その自然渋滞に関しては、うんうん、で、そのもともと折りポジは、うん、この前はレイちゃんがやったとこなの、うんうん、でも、そのメンツが米フェスと、たまわりのフェスでスイッチするだけなの、ルアちゃんと私が、うん、だからそこの自然渋滞のポジションも、うん、ルアちゃんとこを私が必然的に覚える形になっちゃったから、うん、折りポジの真反対のとこをやった、うん、そう、うん、でもそれだけじゃなくて他のポジションもいろいろ空きでやってたから、うんうん、こっちゃになっちゃうよね。ねえ、あとの方の後列もやってたのね、うん、だから分かんなくなった分かんなくなったし足が外れてたっていう、ね、今の話はなんか合唱やるときにソプラノアルトテノールバス全部覚えたみたいな話でしょ。あ、そう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 、いただきます。え、なんかちょっともう冷めちゃった。いいよ、なんか大学芋みたい。ただのポテトよ。ま、うんうんうん、あ、見れないのアーカイブ。うん、あら、うま、うんうん、うん、まあ楽しんでくれて何より、うん、飛びなた日の一番後ろでこれやってる、うん、飛びなたさん今日が一番安定感すごかったってさツイッターでつぶやいてて。え、マジ？そうなの？うん、見てなかった。今日の飛びなた？本日の飛びなたかな。本当？なんかあれさ、うん、人がコロコロ変わるから、うんうん、まあずっと折り面なんですけど私あそこの、うんうん、その肋骨を支えるのね、あれって。はあ、うん、バレエ的に。え、なんか熟練度が上がりすぎてなんかどうやら私が6割7割型。うん、支えてるっぽくて、なんか周りのレイちゃんがえ軽いみたいな、うん、軽いんだけど、え誰が持ってんのみたいな。で、ひなたさんがひなちゃんみたいな、なんかわかんない。私も結局、うん、その体重の分散、うん、どこがどう支えてるか結局わかんないんだけど、うん、でも年々私が支えてるその何、うん、量が多いらしい、その、うん、パーセンテージ割合がどうやら増えてんだ。うん、すごい。だんだん多分日向さんが飛ぶのも上手くなってんだからな。まあね、そもそも日向さんに体感がないとあれはできるもんじゃないから、うんうん、すごいよね。そうそうそう、渡り鳥ももうすぐ1年ですね。そっか。あ、でも髪切ってから1年経ちました、もう、うん、10月の8日かな切ったので、10月10日の松戸で初めましてだったから。そっか、うん、うん、どう思ったんですか皆様。え、びっくりしたでしょ最初マジで誰か分かんなかったそっかでも髪染めてから見つかりやすくなったって言われる。逆にね、うん、髪ショートだと、まあ確かに。どの日のが好き？ロングの。え、いろんな意見があります。あ、ロングのさ、ハイトーン見たことないからさ。ヒノ、でもロングだったらハイトーンじゃない気がするんだよね。うーん、なんかさ、ロングハイトーンはさ違うなって思うんだよね。私が似合わなさそう。そう、うん、ちょっとギャルギャルしすぎないかな私の顔に。なんかその夢が似合うのって、うん、夢って顔がお人形さん系の顔じゃん、うんうんうん、だから似合うんだけど、私の顔ってどっちかっていうともうちょっとなんか、うん、なんつったらいいかな、活発な方、うん、おしとやか度は低いじゃん夢より。そうね、だから、うんうん、なんか金髪ロングだと
なんかギャルギャルしすぎそうだから。そう、顔タイプ診断になるものがありましてね、うん、私フレッシュなんですけど。へえ、まさに何だろう。一緒だよフレッシュか、あ、わかんない、フレッシュかフレッシュだと思ううん、うん、もう色は変える予定ないの？なんか色入れない？うん？原色っぽいもの、うん、入れないかな、うん、基本これでもう行くつもり。イメージ変わるとてか、なんか色落ちた時の印象の変わり方がこれが一番ナチュラルなんだよね、うん、今さ別に金髪に見えないけど落ちたら結構金髪になるのね。昨日とかそうだと思うんだけど、なんかそれでなんかナチュラルに印象が変わるから、うん、でもこれね色入れたピンクとか紫とかにしちゃうと、うん、なんか最初はもっとこう色濃かったけど金だねみたいな、うん、今のベージュから金だったらまだ、まあ、てかそもそも何なんて言ったらいいの、金髪ではないんですけどベージュなんですけど、ベージュでもないかこれ、でも気に入ってるからずっと同じにしてる、うん、なんか今日も髪染めたよ、プリンちょっとなってた、かわいいよ、ありがとう、ちょっとプリンなってたから、だから染めてきた、うん、一回肩にギリつかないぐらいのボブまでしてみてほしい。したよ昨日、もうちょい、そうだ、やだ似合わない、で回る、うーん、目ぼし、なんかできるんだよね、目ぼし餃子たこ焼き、え、これ何の歌だっけ、なんかあったよねそういう歌、トン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 ヒゲじいさんみたいなさ、トン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 こぶじいさん、トン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 てがねさん、あれトントン違うよ、トン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 ヒゲじいさん、トン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 ヒゲじいさん、こうかヒゲじいさん、トン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 こぶじいさん、トン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 天狗さん、トン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 メガネさん、トン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 手を上にキラ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 手はお膝だったよ。え、何知らないのみんな、これ嘘嘘だ、懐かしい、知らない？え？あの、地域性があります絶対に。嘘。絶対に地域性です。それは？地域性か幼稚園か場所によって違うでしょ絶対こういうのって。でも。なんだっけ？トン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 アンパンマンみたいな、トン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 バイキンマン、それ知らない、トン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 ドキンちゃん、ドキンちゃん、トン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 、なんだろう、なんだっけ、メロンパンナちゃん違う、やばいひどい、あ、トン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 アンパンマン、トン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 バイキンマン、トントントンドキンチ、トントントン違うの、バタコさん、アンパンマン、トン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 カレーパンマン、あ、トントン、ジャムおじさんの過去見ました、見てないです、私も見てないんだけどさ、ドキンチ、トントントン、ツイッターでまとめが流れてきて、X でやろう、はい、 X でまとめが流れてきて、すごい本当にそれが合ってるか分かんないんだけど、すごいなんかキラ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 、僕チーズかな、分かんないわ、 あったよ、でもジャムおじさんだってなった、え、じゃあたこ焼きはこれ何、めぶしたこ焼き
餃子は何の、何のやつ、これ何の歌、あれじゃない、きつね、単純な違う違う違う、かき氷、梅干し、茶碗蒸し、餃子、うるさいうるさいうるさい、だめ、女弁、うるさい黙れ梅干し、餃子、なんだろう、ね、たこ焼き、なんだっけこの歌、え、わかります、日本地図の歌じゃないですよ、焼き芋、女かが食べたらホクホク、ね、あちちのち、なんだっけ、開けたらホクホク、あちちのち、食べたらなくなる何にもば、ほれ焼き芋、焼き芋グッチパ、知らない、嘘、いや聞いたことあるよ、これはわかるだろ、きっと、そっか、ジェネギャ、ジェネギャ、ジェネギャなの、わかんないえ、じゃあみんなの時代って何の手遊び歌なの、え、あれはなんだっけ、ジャストスピ、あー、なんだっけこれ、最初かわかんない、なんだっけ、あ、これ、なんで手遊びだっけ覚えてんだっけ、ネズミ、違う、カボチャの種をのやつ、なんだっけ、あー、なんかカボチャの種を巻きました、植えました、違う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 、その前、その前かな、わかんない、枯れちゃって、あ、せっせっせーのよいよいよい、お寺の和尚さんがかぼちゃの種をまきました、芽が出て膨らんで花が咲いて枯れちゃって、忍法使って空飛んで東京タワーにぶつかってぐるっと回ってじゃんけんポンこれね、みんな知らないよ、みんなね、あのね、あれしか知らないよ、かぼちゃの種をまきましたしか知らないよ、え、東京タワーまで行かない、行かない、そうなんだ、芽が出て膨らんで花が咲いたらじゃんけんポンなんだよ、その後なんで生まれたの、知らない、花が咲いて枯れてるからね、一回ね、花が咲いて枯れちゃって、忍法使って空飛んで東京タワーにぶつかってぐるっと回ってじゃんけんポンだよ、日野のとこは、花が咲いてじゃんけんポンってなんだ、知らない、あれもあるんじゃない、あの、あー出てこない、あ、どちらにしようかな、はどちらにしようかな、神様の言う通りにしないとみたいなやつ、私わかんないわ、通り違った、え、神、どちらにしようかな、天の神様の言う通り、鉄砲撃ってバンバンバン、もう一つ撃ってバンバンバンみたいなのやってた、いや聞いたことある、それかもしれない、でも私はそれは、うん、あのどちらにしようかな、神様の言う通りにしな、言う通りかにしないと、分かんない、このさ先覚えてないけど、この先分かんないわ、忘れちゃった、うん、基本的に、でも日の天って言わない、ああ神様の言う通りにしちゃう、なんか天入れたくなっちゃう、いや多分そっちがねデフォだよ、あ、そうなんだ、うん、全然でも難しいね、グッドッパーグッドッパーで別れましょう、全然ね兄弟で違うからさもうやめとこまあでも育った環境が違うから、日の新潟が長いけど、ね、そう幼稚園違うし、そう朝日は埼玉の方が長いから、そう小学校がね多分でかいよね、うん、日のはグッドパーで別れましょう、グッドパーの別れっ子っつった、グッドパーの別れっ子、グッドパーで別れましょうです、全然違うんだ、お弁当箱の歌は一緒じゃない、
お弁当箱、ね、これくらいのこれくらいのお弁当箱におにぎりおにぎりちょいと詰めて刻み生姜にごま塩を振って人参さんごぼうさんダブルだっけうんさよさ穴の開いたレンコンさんふきすき筋の通ったふきえなんだっけそこ人参さんごぼうさん大大え違う根さん違う根さん大根なんて言うのごぼうさんさくらんぼさんもあるよあ人参さんごぼうさんレンコンの前がさくらんぼ大根さんあ椎茸だって椎茸さん椎茸排除してた人参さんごぼうさん椎茸さんさくらんぼさん穴の開いたレンコンさん筋の通ったふきでした何が違う山椒山椒山椒なんて言ったっけ今ふきこれ違う山椒なんだそれごま塩かあそれじゃない刻み生姜に山椒を振っておしゃれないや山椒はおしゃれではないやろそれはもうめっちゃ渋いやんただでさえ渋くてささくらんぼしか色ないみたいなさどうでしょうだってこれくらいのお弁当箱におにぎりおにぎりまず黒白、はいはいはい、で刻み生姜にごま塩振ってもう黒白茶色じゃん人参さんは多少はオレンジかでごぼうさん茶色椎茸さん椎茸茶色さくらんぼさんやっと赤です穴の開いたれんこんさん白ベージュみたいなねで筋の通った風紀みんな渋子の弁当みたいな、うん、ブロッコリーとか入れてほしいあいいね今作るとしたら何がいいこれくらいのお弁当箱におにぎりおにぎりおにぎらずおにぎりおにぎりサンドイッチ優しい、うん、おにぎりおにぎりちょっと詰めてそうまず刻み生姜にごま塩を振りたくないじゃん、うん、そこがポテトサラダに胡椒をかけて胡椒を振ってもっといいのあるねいや何ちぎりレタスにドレッシングかけて何カットサラダカットサラダにコールスローにカットサラダに違うカットサラダなんて今現代の子食べないよ食べないのえだまめごまあえごまあえも食べなくない私好きだけど火のごまあえが好きママの作ったごまあえが一番好き聞こえろなんだろう最近作ってくれないのこれ野菜バージョンってことでしょ、うん、野菜バージョン刻み生姜って野菜なの違くない何福神漬けとかもあ、分かったあ、でも福神漬けなんだよ刻み生姜一品何一品なの刻み生姜あれじゃないグラタンわが思った今も一口グラタン占いグラタン冷凍グラタンエビのせ入れて冷凍グラタンエビのせ入れて人参さんが人参は食べないからうんなんだ人参か、うん、で唐揚げとかは椎茸とかで入れたいなから竹だもんねあえしゃん人参インゲンも食べないのブロッコリーさうんオムレさん違うインゲンさん人間食べない。人参いやインフムのむずいよ。最後にで終わればいい気がする。うん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 。ハンバーグ。ハンバーグ。肉。生姜焼き。はいオムライス。人参しかないじゃない。焼肉さん。焼肉さん。ごぼうさんはだたたたのどぶどうぶどういいんじゃないあいいじゃんさくらんぼじゃなくてね、うん、だから焼肉さんぶどうさんから揚げさん
さくらんぼさんだ。さくらんぼはブロッコリーさんえ、なんかさ、なんかさ、かといってじゃない、え、ハンバーグじゃないの、ハンバーグさん、あ、いいじゃん、ハンバーグさん、ハンバーグさん、でも焼肉さんとハンバーグさん、焼肉入れたっけ、焼肉さん、焼肉さん、ぶどうさん、から揚げ、肉すぎないじゃあブロッコリーでいいわ、から揚げさん、ブロッコリーさん、あ、コロッケもいいね、あー、コロッケ、いや、じゃあ、いっちゃう最初がコロッケさん、うんうん、ぶどうさん、から揚げさん、ブロッコリーさん、穴の開いたヤングドーナツ、ヤングドーナツは穴の開いたドーナツさ、穴の開いた、穴の開いたパイン飴さん、クルマフ、食べねえよ、どうやって入れるの、お味噌汁、穴の開いた、いや、クルマフって新潟だとめっちゃお弁当に入ってんだよ、知ってた、いや、もう知らなかった三浦家では入ったことない、じゃあ、違う、お弁当屋、新潟のお弁当屋さん、そういうこと、うん、どうやって、味噌汁以外で食べたことないかも、違う、クルマフっていうのがあれじゃなくて、オフって入ってるじゃん、あ、そう、オフのクルマフっていうのがあるの、あ、分かんない、丸いよね、穴開いた、ミスの詰め合わせ、穴の開いた、あの、別に穴開いてなくてもいいよ、あれだよ、穴の開いたキュウリのちくわ食べないかな、今の子、チーズ、穴は開かなくてもいいよ、青あいは、青あや、うん、うん、うん、は、あ、かが、れな、は、は、まま、は、ひ、は、うん、顔のついたウィンナーさん、ウィンナーポテトじゃない、アンパンマンポテトだろ、いや、タコさんウィンナーだろアンパンマンポテト、アンパンマンポテト美味しいよ、知ってるよ、でもそれだったら顔のついたアンパンマンポテトさんじゃん違う、顔のついたウィンナーさんでいいじゃん、顔のついたポテトフライさん、まあいい、ウィンナーでいいか、さんで筋の通った風紀だから、やばいね、今あれじゃない、ゼリー、え、こんにゃく畑みたいな、え、ぶどう入ってるよ、でも今おにぎり、コロッケ、おにぎり、サンドイッチ、コロッケ、唐揚げ、ブロッコリー、ブロッコリー、ハンバーグ入ってないです。ぶどう。で、今、ウインナー、うん。ラスト。彩り欲しい。あ、グラタン入ってる。グラタンも入ってるわ。え？なんだ？野菜？いや、野菜には食べないよ。え、枝豆は食べる。じゃあ何？何？え、ちょっと何になるの？あとパスタとか。あ、冷凍パスタ。でも筋の通った風紀だよ。ただだもんね。そう。え？何？二文字？わかった。どうしようかな、待って、上が思い浮かばない、あ、あれじゃない、アシストついたハーシ違う何か、よくない
え、アシストついた箸。何それ、どういうこと。アシストついた箸ね。アシストって言わないよ私。アシストって言われたサッカーのことしか思い出せなかった。何これ、なんていうの。わかんないよ、知らんよそれは。アシストついた箸じゃない。何の通ったのかわかんない。ネタが光ったすーし。いいじゃん。これくらいのお弁当箱に、おにぎりおにぎりサンドイッチ、冷凍グラタン、エビのせ入れて、コロッケさん、ぶどうさん、から揚げさん、から揚げさん、ブロッコリーさん、なんだっけ、顔のついたウインナーさん、ウインナー入れて、あ違うわ、ウインナーさん、え待って違う、ウインナーさん、あってた、ウインナーさん、ネタの光った数詞。なんでまた炭水化物入れんの。多くないか、あとね絶対にね熱中症になる。違うわ、なんだっけ、食中毒。あ熱中症っつったね。ラララララララ、うん、なんだ、道で通った虫。何それ見たの。見てない。面白い。いいじゃん。これでしょ。よくない。うん。これくらいのお弁当箱に、おにぎりおにぎりサンドイッチ、冷凍グラタン、エビのせ入れて、コロッケさん、ぶどうさん、から揚げさん、どうだっけ、ブロッコリーさん。顔のついたウインナーさん、道で通った虫。最後にやだってなる。やめろーって。面白い。いいじゃん、それにしよう。ゴロだけ。現代版、でも絶対ね、これ同じこと考えてる人絶対いると思うんだよね。現代版お弁当箱って調べて絶対出てくるよ。道で通った虫。おもろいな、我ながら天才かもしれん。あ、ほら、これくらいのお弁当箱にサンドイッチサンドイッチちょいと詰めて、からがしバターにマヨネーズ塗って、いちごさん、ハムさん、きゅうりさん、トマトさん、丸い丸いさくらんぼさん、筋の通ったベーコン。筋の通ったベーコン。からしバターは食べん。食べるかな。からしバター、なんて言った、からしバターにマヨネーズ塗ってって言った。からしバター、まあダメだよ。あ、サンドイッチ、なるほどね。え、なんかもともと人参さん、山椒さん、椎茸さん、ごぼうさんらしい。え、さくらんぼさんが入んなかったってこと、うん、あ意外とさ大きく変えていいんだね、うん、何でもいけるよ。現代版を作ってくださいってあるよ。いろいろあります。そうか、筋は通った方がいい。ほらだってこれだよ、本物。うん、やろうと思ったら。きんぴら悪くねそれ。え、だっ、あそっか、ごぼう、確かにごぼうさ、このごぼうのま入れることないよ、ね、あれだよ、あのきんぴらごぼうね、ささがけだっけ、なんていうのこれ、うん、でね、うん、なんだっけ、なんだっけ、筋の通ったベーコンは別に美味しくないだろ多分。食べやすいのがいいよ。筋が通って一番いいものってだって大抵さ、もう何、なんかもう論文ぐらいじゃないですか。ささがき、ささがきです。ささがきじゃなくて、ささがき、ささがきだった。笹の葉の形に似てるから、これも新潟イズムってこと。違うと思うけど、うん、サンドイッチサンドイッチなんだね。ひのおにぎりの方が好き。私もおにぎりの方が好き。麺類だとひのうどんが好き。全部ラーメン、うん、あ、ラーメンもいい。うどんかそばだったらうどん。ごめんごめんね、そばべ。
きのうどんでもラーメンでもそばでもうどんが一番好き。本当麺類って言われたらラーメンか。夏はでもそうめんが美味しいよね。ああね。よいしょ。寝たい。寝るね。あ、おやすみ。おやすみ。はい、ということで本日も始まりました三村妹の、オールナイト三村オールナイトなんか日本オールナイト N からオールナイト寝るな。はい、オールナイト寝るな多分ね頭痛が痛いよオールナイト寝るな本日お越しいただきましたゲストは、埼玉県からお越しの三村日野さんです。パーソナリティは三村朝日でお送りいたします。よろしくお願いします。さあでは早速なんですけれども、三村日野さん最近ライブにご出演されたということで、先日の水曜日ですね、埼玉県、埼玉スーパーアリーナ SSA で行われたライブ、とってもよろしかったんですけれども、その感想を SSA の頭文字でぜひ。萌えさんガチ面白かった。ちょっとしてから理解した。ああ何を第5かと思ってなんで SSA なんと思ってたら、ね、うん、あ、埼玉スーパーアリーナかと思って。はい、では三村日野さんお願いいたします。はい、デデツテンテテン3, 2, 1。あと3秒黙ると放送事故になっちゃう。そうですね。はい。そうですね。すごく。はい、終わりました。SSA の感想、そうですね。すごく、ということで、はい、はい、ありがとうございます。この番組は、NCT4 ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ラジオだとご覧のスポンサーはないんですけどね。この番組は NCT48 の提供でお送りします。三村母の提供でお送りしております。お送りいたしました。うん、来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。違うよね、まだラジオ終わってないでしょ。では、再開いたします。チャン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 。ジングル？ジングル？ NGT48 のエッサ、コイサ、ラリオ。ジュッチャ、ジュッチャ、ジュッチャ。じゃあ改めまして、こんばんは。 NGT48 三村ひのと NGT48 三村あさひです。 NGT48 じゃないです。違う、 NGT48 じゃない三村あさひですって言ってよ。 NGT48 じゃない三村あさひです。はい、ということで本日はこの出席メンバーでお送りしているのですけれども、イエーイ。それでは、恒例の近況報告をやっていきたいと思いますよ。三村ひのは明日、はい、中野の、ザ・ポケットで行われるボプレゼンツはみ出し者の音色にゲスト出演することに
なっておりまーす。ゲスト出演なの？そうなんですよ。まだ役とかは全然出てなくて、まあ、本当友情出演っていう形でほんのちょっとだけ出演させていただくんですけれども、これは楽しみですね。そうなんです。なんか多分当日券とかもまだ売ってて、お、そう、明日の14時と19時に、はい、あるんですけど、あの19時の夜公演の方にはアフタートークもあって、はい、アフタートーク、そう、アフタートークも出演させてもらってて、でこのそのはみ出し物の音色って、STU48 のお二人が主演を務めてて、お、誰ですか？STU48 の池田優奈ちゃんと原田さやかさん、うん、で二人とも2期生かな、うんうん、で後輩なんですけど、優奈ちゃんとはねもともとすごい仲良き、うんうん、歌唱力出てたもんね。そう、歌唱力で、まあ、優勝してるゆらちゃんと、そうだよ、ハワイ行ってたじゃん。あ、そう、ハワイね一緒に行ってたので、いいな。そうなんですよ。でも今日、昨日からかな、始まってても、あ、原田さやかさんとはこの前初対面だったんだけど、夢、曽我部夢と同級生らしくて、え、同級生？そう、これ本人言ってるって言ってたんで、でも私その話すっかり忘れてて、なんか確かにいたなって思ってたの夢の同級生48グループにいるみたいな話を聞いたことあって、でもそれが誰かちょっと忘れててね、そのキンキンまで、でそしたら夢に言ったら、そうだったらしくて、そういえばそうだみたいな。世間は狭い。そう、稽古の時それすっかり忘れてたの、なんか話してなくて、だから、その明日会ったら話したいなって思って。これはアフタートークでも聞けるのかな。確かにそうかもしれない。一緒に出ます。お、すごい、楽しみですね。行きますか皆さん、はい、このはみ出し物の音色は、ちょっと上が空きすぎはみ出し物の音色は私が去年主演を務めた私がピアスを開けたララララの、まあ第2弾みたいな、はみ出し物の音色は親子ラップコメディのコラボシリーズ。あ、逆に、そう、ワタピア、ごめん、そう、ワタピアは、ごめん今間違えた、はみ出し物の音色って言ったね。そう、私がピアスを開けたララはラップ、親娘、コメディのかけるシリーズなんだけど、すごい面白かった。そう、今回のはみ出し物の音色は、レゲエかける仲間かけるコメディなんです。すごい、努力友情勝利みたいな。あ、そうそうそうそんな感じのすごい楽しみ、まあ、そういうの第2弾で、はい、結構その系統されてる出演者さんもいたりとか、演奏家の角田さんは変わらず、スズメそうそうそうだよね、そうとかが、またそれは別役なんですけども、12日から始まってて、はみ出し物の音色はだからもう見に行った方とかもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、私はまだ完成してたの見てないので。あ、稽古の時も、そう、稽古の時は前半とか見たけど、まだその、ゆらちゃんいなかったの。あ、そうなんだ。お仕事で、だからちょっとそこ辺は分かんないんですけど、そう、すごい、ワタピアも私見に行ったんですけど、すごく面白くて。どこが面白かったですか？どこが急に踊り出すミュージカル、まあ、ミュージカルあるあるかもしれないんですけど、急に踊り出す、そしてなんか謎に完成度が高いっていう、まあ、それそうなんだけど、違う、分かる、違うの、物語の違う、あ、難しい、だ、一般人、物語の中では一般人であろう人たちが急に踊り出してうまいのはあれじゃん。確かにね。そう、ミュージカルとしてはそれ稽古してるから、そのそうミュージカルの面白さって、まあ、そのファニー的な意味だと確かに、なんかそのシュールみたいな面白さはあるけど、まあ確かにそこはまあワタピアしかり、まあ、ハミね、もうちょっと略詞の本当の略称が分かんないんですけど、はみ出し物の音色も確かに近しいところはあるのかなと、面白かった懐かしい、なんだっけ、ナナはついてないな、あ、ついてない、ほんとついてない、懐かしい、それが一番好きあ、まあいろいろありましたからね、ワンちゃんと
男の子一緒に踊ってて、そう、あれが一番好き。ヒノはずっと座っているの。ヒノはね。なるほど。はい、そんなワタピアも DVD が発売されていた。はい。あ、今ももしかしたら発売中かもしれないですね。はい、このついてないダンスが。映像もあったりして、ね。おお。そう。すごい、絶対届いてるはず。ぜひご覧ください。はい、っていうのが私の近況報告ですかね。うん、じゃあパーソナリティの朝日さん。はい、私はですね、最近。私はですね、最近あディズニーランドに行きました。いいな、ちょっと前にハロウィンの時期に。え、どっち？ランド。今言ったやん、めっちゃ混んでるやん。ディズニーランドって言った。言ったや、確かに言ってたわ。ごめん、ごめん、本当に全然関係ない話していい、うん、私がランドに行った次の日に新入りかさんがいて、それは何 SNS で分かったの？ストーリーあげてた。ああ、死したし月の日だから全然ね、かぶりもしかすりもしてないんだけど、うん、うわ次の日に死ってればって思った。へえそうなんだ、うん、え、ランド死ぬほど人多くない？いつ行ったの？めっちゃ多かった。でも水曜日、水曜日か。そう、え、どんぐらい人いた？今後の参考にした。めっちゃいた、めっちゃいた。え、でもアトラクションはさ意外と連れてんじゃないの？ね、物によるけど、あのうまく今ファストパスがなんか進化したやつ、お金かかるやつでしょ。かかんない、かかんない、かかんないもある、うん、なんかかかるやつはもうちょっともあるんだけど、かかんないのも生まれて、うん、そのファストパスの本当に新しいバージョンとして、うんうんうん、まあ、ほぼ一緒なんだけど、うん、それにやれば、うん、長くて40分30分とかだと。じゃあめっちゃ空いてる方だね。なんか今のハロウィン、うん、ディズニーハロウィンのランドって特に、うん、ショーパレ勢がめちゃめちゃ多くて、はい、そう、見た？見た。そう、スプブね。友達と行ったんだよね。うん。友達と行って、友達がめっちゃ D オタで。あ、そうなんだ。そう。で、2人で行ったんだけど、うん、D オタがの、うん、この方がずっと自動してるっていう。自動？自動。パレードを見たくて、ミニちゃんオタクなんだけど、うん、ミニちゃん見たいから、私はここにいるって言って。一緒に遊ばなかったってこと？アトラクションとか。あの、パレードは、最初、うん、スプブっていうさのが、あのスプーキーブーかな、うん、がハロウィンのパレードなんだけど、それがね午後にあるの、うん、午後か16時ぐらい。めっちゃツイッター流れてくる、うん、でその前に13時ぐらいに40周年、うん、ディズニーリゾートが40周年なんだけど、うん、そういう40周年をお祝いするパレードやってて、うん、ハーモニーカラーかな、うんうんうん、それもめっちゃ良くて、うん、開演してからハロウィン終わるまでその子はずっとそこに座ってた。私は開演してから行ったのが、これ見てほしい。ヒノに見せるだけ？じゃあフォレストシアターっていうところで、うん、ディズニーたちが演劇してるの、ミュージカルしてんの。めっちゃ良かったから見てほしい。どこ？フォレストシアター。美女野獣の方。できてから行ってない？うん、行ってないです。あら、美女と野獣のエリアにあるフォレストシアターっていうところでミッキーたちがなんか失われた音楽を探すミュージカルをやってて、めっちゃ見たい。めっちゃいい。あれじゃん、あれみたいなもんだね。あれみたいなもんだね。あれみたいなもん、ワンマンズドリームみたいなもんだ。ワンマンズドリーム、あ、うん、まあ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 、ニュアンスとしてはさ、ワンマンズドリームの場所ではまた違うやつやってる、今ね、もっとなんか元気な音楽に。ワンマンズドリームめっちゃ好きだった。ね、マザイも好きだった。世代ね、ずっと見てたしさ、ずっとパパが動画撮ってる、うん、今もわかる。チュッてしたらパッて色つく、色つく、白黒の世界からそこだけ色がついてボハーってなってくる。よかったよね。いいよね。それは置いといて、うん、そうフォレストシアターでやってたのがマジで、うん、メイク崩れるから泣かなかったけど泣いちゃう。へえ、超いい。ミッキーが出てるの？ミッキー、フレンズと、うん、とプリンセスも出てくる。へえ、もうあとは多くは語らない。見て、見たーい。私ももう初見で見たんだけどめっちゃ良かった。見たい。本当に良かった。見てください。え、それはミニーちゃんオタクは見た？ミニーちゃんオタクは見たことあるからいいって言って自動してたそれが朝10時ぐらいね。でそっからガストンわかる？美女と野獣の、うん、ガストンのなんかがトレードマーク、何なんとかマークの、そう、ご飯屋さんで、うん、と
ースト、サンド、ね、フレンチトーストサンド食べた。で、あとアップルシナモンチュロスみたいなの食べて、美味しかった、めっちゃ美味しかった。フレンチトーストサンド、え、アトラクションも乗った？うん、美女野獣の、美女と野獣は前、去年の夏行った時に乗った。ねえ、日野乗ったことない？超いいよ、めっちゃいい。目の乗りたい。プレショーって言ってさ、技術の話してる今。全然。じゃあプレショーって言って、そのアトラクションに乗る前に見る、うん、ホンテみたい、ホンテッドマンションみたいなやつのがある、あ、タワーオブテラーみたいな、ね、そう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 、はいはい、だってもうそっからすごいし、歩くのが楽しい、待ち時間がすごい楽しかった、はい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 、すごく、あ、スタンバイロードみたいな、そう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 、いいな、めっちゃいい。だって一番最近ディズニー行ったのサーヤとのやつだから、うん、2年前の冬とかかも。もうちょっと待ったらもう穴行きできるよ。え、そうだから、それでもそれめっちゃ行きたくて、でも絶対行こうよ。ひのだってまだソアリーにも乗ってないんだよ。穴行きできた時のハロウィンにアナとエルサで行こうよ。やだ。いいよ。でもだってめっちゃむずいよ。服どうすんの？作んの？え？作ってくれんの？作ろうと思った。服飾の友達いる？いるよ。いるけど別に野菜も作れるよ。なんでちょっと不安そうになる？作れるよ。本当に？はい。ジャヒノのミシンプレーションを作って。あ、そうだよね。作ろうって言ってたもんね。そう、でも新しくなっちゃったね。うん。ミクちゃん。うん。でも今誰を一番コスプレしたいかって言われたらむずい。ちょっと思いつかない。小羽ちゃん。小羽ちゃん？見つかわしくないか。その顔見せたい。うるさい。羽根ちゃんにやられんか、ひのに。なんで小羽根ちゃんなの？え？好きかなと思って。え？ひの、かなでが一番好き。かなでちゃんが一番好き。あんちゃん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 。違うよ。あんちゃん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 。なんかいるね。あんちゃん。違う。あんちゃん、あんちゃん、違う。はい、昨日夜な夜な寝れなくなって、うん、一通りプロセカの声までしたんだよ。知らねえよ。なんで、ね、寝れないだけでさ、選択肢がさ、プロセカの声までなの意味わかんない。横になりながら、つかさくんできた、え、テンマつかさってやった。なんだっけ、雨かける、雨かけるペガサスと書いて天馬、世界をつかさすと書いてつかさ、その名も天馬つかさ。あの声は似てないけど喋り方はだって私耳がいいので真似できるんですよ、うん、ルイ君が一番得意ですよ、その男性キャラで言ったら。あ、なんとかなのかい、なんとかなのかいって、つかさくん、つかさくん、これ絶対似てる、めっちゃ似てるんだよこの喋り方、マジで似てるんだよ。ちなみに一番できないのはあんちゃん、あ、小羽根しかできない。小羽根、難しい、ジェナさんの声。小羽根、小羽根、違う、ね、え、全部一緒。小羽根、誰、小羽根ちゃんとエナナンが難しい。エナナンは歌い方はまだできるけど、喋り方はむずい。はいはい、くらいしかできない。全然最近やってない。やってよ、ごめん、やれ。りんちゃん今何時？10時50分。あ、23時直前だったらメール書きます。その間はまた、okay、ソロパーソナリティ。分かった。全然。私がエレキ始めたのって言ったっけ？うん、聞いたかも。エレキギターやってるんですけど。できない？今？ナコギ、ん？どういうこと？え？エレキギター始めたんですよ。むずいってこと？難しいけど、アコギより薄いから、薄いしちょっと軽い、ここが、そう、ここが、はいはいはい、こうならなくて済むってことか。そうそう、こうってことね、確かに、こう、まあ確かに、エレキの方がやりやすそうかな。私リードギターむずい。リードってどっち？ズイーンダーダダ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 ってなる方。ジャンジャカイチカちゃんの方、ね、イチカかミクで答えて。わかんない。うわー、バッキング、リズムかリード？リズムはバッキング、リードは単音弾き、歌みたいな感じのやつ。
え、わかんねえわ。ギターソロやるのはリード。レオニってギターソロないんだよね。今見よう。レオニのミュージックビデオ見てわかる。あれってさ、ちゃんとやってんの？やってるやってる、めっちゃちゃんとやってる。ヒノのプロセッカ声真似選手権は、うん、一番やりやすいのはしずくさん、ああ次いでかなで、次いで真冬、次いでついで、うん、ほなちゃん、みずき、うんうんうん、はるかちゃんあたり、しほちゃん、しえちゃんだよ、しえちゃん、しほちゃん、しほちゃんって呼ぶのはあのさきと、ごめんに分かれた、さきとほなちゃんだけだよ。しえちゃん、しほちゃん、しほちゃん、しほちゃんがこれさっき、はあ、しーちゃんだから何でも、私今からしずくさんになってくださいって言われたらしずくさんで会話できるよ。ええ、やってみて。こんにちは、こんにちは、いつも応援してます。あら嬉しい、ありがとう。初めて会いに来たんです。ダメだ、握手会に苦手あの握手会でみんなに急に振られた時に頭の中ありがとうしか出てこない現象いやね、あれね結構むずいっすよ。みんなさ、いろいろ言ってくれてさ、私もさ、うんうん、こう気の利くこと言いたいのにさ、ありがとう、しほちゃんのベースをマジでありがとう、ほんとありがとうしか言えなくなるんですよ。そう違う、そのオタクじゃなくてさ、うん、そうじゃない人になってよ。アイドルになれってこと？今日も頑張ろうね。うん、頑張りましょうね。絶対これ手ついちゃうんだけど手ついてそう、うん、でもかなでちゃんも行けますかなでちゃんも行けます。多分バッキングです。かなでちゃんはね、あのファン、対ファンでも行けます。天球のギターかわいい。でバッキングがどっちだって？一か。あ、でリードがミク？リードがボカロかな。あ、そっか、ミクだけじゃないね、うん、まあギターボーカルやるのは大体バッキングです。ベースってベース弾いてるしほちゃん鬼可愛くない？え、わかる。こう、かっけー、こうやってこうやって乗るよね。ようできんな。ベースが、ベースの弦めっちゃ太くて、うん、超痛いんです、うん、ゆなこ頑張ってたよ。めっちゃ痛い。ゆなこ頑張ってたんだから、すごい、すごいな。あーにゃピーナッツが好き。あーにゃピーナッツ、あーにゃ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 しほしほが守った。あーにゃ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 、え、しほ、あーにゃお姉ちゃん、うん、ジョー似てるよ。キャー嬉しい。あ、じゃあ、ひろもり姉妹ってこと？やべえ、ひろもり姉妹ってこと？お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、キモ、ひろもり姉妹ってこと？そう、メール書くから一人で喋ってて三村姉妹で、ひろもり姉妹で、キのキモくね。じゃあ後でそれやろう。いやわかんねえ、最近の。私メール書くから一人喋りしてて、一人喋りしてる。だ、そうだ、その一人喋りのお供にエレキを持ってくるかっていう話をしようとしたんだよ、ね、ああ間に合わなかったね。本当だ、今行けるんじゃない？ほんまか？あれだよ、 NGT の曲耳コピ選手権しようぜ。耳コピ選手権？その場でってこと？いいよ、あの別やろ。ねえ、一人喋りいなくなっちゃったよ。一人喋りがいなくなっちゃったわ。一人喋り。じゃがじゃーん。あ、エレキ？え、うん。エレキ。あ、別にエレキで持ってるのか。え、かっこいい。かっこいいでしょ。シロマンだ。そうだよ。ヤマハのバシフィカです。良さそう。え、間違いない。自腹購入ですか？
え、なに、え、母、え、何かね、お母様、お母様か、お母様、いいですね。そう、さ、たまわりに行って、うん、NGT のギターソロくっそ難しいなって思った。セカオとかめ、いろいろ、どれ、あ、まあ、全部、ね、全部全部打ち込みの時も多いですからきっとね。一人語りしてて、ごめんごめん、今一人弾き語りするでも本当にさ、これを今年始めたんだけど4ヶ月前ぐらい、うん、ね、難しいね。アコギの方がむずい。いや、どっちにしろあの何、こうやってコード弾きできるから、うん、でもちょっとだけアイドルできる。あ、リードがむずいってこと。そう、アイドル、わかる、向かって、あ、わかるわかるわかる。最初ね、抜けてるとこさえね、今それでは次の夢は、あ、誰もわかんない。アンプつなげたら死んじゃう。アンプあんの？アンプある。あ、そうなんだ。ちっちゃいの買った。お母様？はい。うん、アンプは自分で買った。えらちいね。9800円。高い？まあでもアンプってそんなもんか。なんだと思う？やろうとした形跡がある。ね、これあれ最初。下のつけといたんだね。書いてある。あの別ってこと？あの別弾いて歌う。弾けないそんなに。ピーター！ iPad 取ってきていい？いいよ。全部できてないから。いいよ。弾いていい？いいよ。あれ、取りな、ストラップくるって。今日はそのライブに聞いてくれてありがとうございます。本日弾くのはあれ、あった、私は弾けないので、弾けないのでわからないけれど、しょっぽい音、嘘でしょ。楽器のセンスがないのバレちゃう。ママにちょっとなら繋いでいいんじゃねって言われたから持ってきた。これ何のコード？頑張って C やったの。あんた爪長いな。え、なんでもないね。C はね、一番左の下から2つ目と一番その次の上から3つ目と3つ目、右左から3つ目の
上から2つ目こう、そうそうそう、そんな感じ。いいですけど私。むずいね、絶対できない。シールド、つなげられるよ。いいのね、あの楽器のセンスマジでないんですよ。リコーダーですらね、リコーダー弾けるけどギターマジでできないんだよね。なんでだろうね。うまい楽器ってむしろ何があったかな。何が楽器、バッシーってピアノかな。だ爪がないから傷ついちゃうわ。あーごめん、シバンか。よいいよ、いやいいになっちゃう。 C 頑張ってやってるつもりなのに、うん、諦めるね。ありがとう、試させてくれて、うん、やっぱり私はねギターボーカルはできなかった諦めた。私どこでやったの、消した。どうせ終わりにするのなら、消したわ。感じ取ってるんだよ。聞かかして、アンプ音ちっちゃくしてね。うん、奏で低い声25。ピックは、やっおー秋山瑞希だよ。おお、わかるでしょ、わかるでしょ、うん、yeah. 喋り方が、そう、あのね、そうなんですよ。佐藤ひなたさんの喋り方がすごい分かりやすいから、それを真似するだけでちょっとぽくなるんです、水木ってまあ、かなでも真冬もそう、分かりやすい。あんちゃんが一番むずい。何してないのそれ。みのり出てんの分かる、分かるよ。思い通りにはいかないもんだよ、そりゃ時には結果が出ない日もあるさ、あんな努力したのに。どれそれ、わかんない。え、それさ、タララちゃんじゃない、
そう、難しい。 G でやってるやん。合ってた。君はできない、弾けるようになりたいんだよね。バクタケビラトレクレカカロロ、そうだ、今日も見ぬ雑音に、あの別あるの？え？でもあの別さっきのは違った？ギターってこと？うん、なんちゃん？いや、一緒かこれ。カポ4ついてる。カポどこ行った？あった。取れない。ついてた気もする。どんな時だって友達。
さはあるが、すごーい。自然渋滞ない？自然渋滞は多分ね難しいんだと思う。うん、むずいと思う。ないからやってやれと思ってやろうとしたけどない。でもやったよ。サーヤなんでしょ。うん。Thank you.
誰か、サーヤやってないよ、うん、はい。この年になってなぜか知りたくなったんだ。冷蔵庫の中に残されてたもの、僕はこっそりと開けてみた。誰も触れようとはしなかった過去でも、ここの中に隠したんだろう。めっちゃ良かったでも。そう。私の特技は、うん、誰と歌っても喧嘩しない歌声を歌うことです。なのでリバイバル公演で誰と一緒に歌ってもその人のその、うんうん、まあ、どっちが真になるかは別なんだけど。うんうん、そう、あの本当に人の声を溶け込ませるのが得意です。私の特技。すごい。今何弾こうとするか分かる。待って、今ねファイヤーフラワーにしか聞こえなかったあ、見ちゃった、ごめん。あ今手入れたのにクリック、ごめん。もう一回ダラダラダラ、落ち着かず思わせぶりで胸
覚えてるんだ。そう、ラストにそこカットしてるんですよ。まあ一番の歌詞分かんなかったのはヒノの本当のヒノのミスなんですけど。じゃあイントロクイズ。いいよ、イントロ飲んね。いける、多分。
れゆかちゃんの服。そうだよね。ええー。気づいた、かわいい。あのシャツ買おうか迷ってる。うん、いいよね。かわいい。抱いてやーちゃん。桜木町、桜木町、こう、と、富山弁では意味が違うの。違う。できそう。マジ？え、私が桜木町ってこと？私以外無視してさえ。そう、朝日ちゃんのギターすごいって。嬉しい嬉しい、頑張りたい。きっと。え、イントロドンする？いいよ。する？うん、イントロドンっていうか最初の和音ドン。はい、これ当たったらすごいですよ。まあ同じようなねキーもあると思うんですけど、セカオ結構ねすごいと思うんですよ。うん、サビだけっていい？いいよ。じゃあサビのイントロドン？サビのイントロドン。むず。ちょっとこう難しい。サビだけか。なんだろう。最初ね。違うかも。ここか。これむずいな。本当にイントロドンにする。うん、いいよ。
れだ。チャベピじゃないの？チャベピじゃない。ないだけなのよね。うんうんうん。だからもう一回弾いてて。はい。イントロあいやイントロは？今日向けでもないじゃん。あ、え、今日向け？今日向け？あ、コメントで出た。コメントで出た。正解です。え、待って、もう一回、もう一回。いや、なんかじゃじゃん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 って分かりそうなんだよな。分かりそう。待って、そもそも一個ずつ。だって青春の時違うじゃん。違うね。セカオ違う。違う。ハルドコ違う。セカヒト違う。違うね。シャベピ違う。違うね。王様も違うな。
シングル曲、はい、表題曲です。え？本物？嘘！あ、君が好きだ。色の字ばかり踏んでる。頼りないところがいい。あ、だから、だよ、だよ。嘘だろ？だよ。違えてた絶対に
変わる方かなと思って。あでも急なコード進行変わるのってそれこそチャラチャラチャラーンでしょ。じゃあ私もしかしてさ勝手に作曲してた時さ、うん、意外と近かったのかなポンコツかも。いいよ次の曲やりたい、はい、悔しいマジ分かんなかったの。イントロサビ1番最初すみません。最初のところです。
ないんだね。まあね、2期生曲が今日負けしかない、後悔ばっかりやった。君は、私が歌えるか分かんないよ、だって後悔ばっかりって。君はもっとちゃんと見つめてねば、あとよかった、あ、次の曲だ。めっちゃ褒められてるよ。やったー、適当。ハモリね、ヒノもミーコピーしてる。全然全然全然ありえないだろう、簡単な力が、簡単な力を抜こうよはなくて、泣いた分だけ明日は頑張ろう。その高音だけめっちゃ覚え、ドローンジェラシーが一番ハモれる。嘘。え、多分恋を感じ中見合ってるのよ、女の子と遊んでないかって油断せず注意しなさい、ウォーウォー、私嫉妬深いのよ、もし遠く離れてもいつだって飛んでゆくわよ、ドロンジェラシー。この曲でも私波紋あんま聞こえてこなくて、あれ難しかったな。あ、よし、誕生日ます、あと1分になっちゃった、ありがとう朝日、またやろうね。ほいでは、また早ければさ、うん、平日にやれるよ、うん、あ、なんなら日曜日もやれるかもしれない。よし、読みます。13位ベロさん、12位ウカオシジーさん、11位ヒノヒーノさん、10位ナベさん、9位ユキリン55さん、8位タムヒノさん、7位トッパキューさん、6位エイタロウさん、5位トマオさん、4位シンイチさん、3位トウゴさん、2位ヒヨリゲタさん、1位ヨッタさん、ありがとうございます。ありがとうございます。明日はハミオと頑張ります。頑張ろう、はい、頑張ります。それでは皆さん、また明日、おやすみむらー、バイバーイ。見に行く人楽しんで、バイバーイ。壊れる、床抜けるよ、バイバーイ。うわありがとうございました。またね。バイバイ。次の、次までには上達。